俺は今日限り人間であることを捨てる。復讐の鬼となって親父たちの仇は必ず取る。仮面ライダー、お願いだ、俺を改造人間にしてくれ。さて、今回開けていきますのは SSP アーツ真骨頂製法仮面ライダー V3 です。はい、こちらは仮面ライダー V3 の主人公風見四郎が変身する仮面ライダーで、変身ベルトダブル台風を装着して変身した姿です。というわけで V3 の真骨頂が到着いたしました。いや、昭和級の真骨頂ってね、1号とか91号とかアマゾンとか、あとブラックとかね、なぜか V3 をかわして発売してきましたけれども、この度なんとプレ版限定で発売となりました。僕的にはね、昭和系の真骨頂もっと買いたいんですけどね、争奪戦に勝てなかったり抽選で当たらなかったりでなかなか手に入らなくて、僕ブラックしか持ってないんですけれども、 V3 はなんとか一時で買うことができました。でも V3 もね、確かすぐ二次受注とかなったりとかしてなかなか人気だったみたいですけどね。で、やっぱもうこのパッケージよ、もう V3 かっこいいよね、やっぱね。個人的にはね、あの映画になったザ・ネクスト版の V3 も好きなんですけど、このオリジナルの明るいカラーの V3 もめちゃくちゃかっこいいですよね。ちなみに昨日真骨頂のライダーマンも発表になりましたからね、 V3 手に入れた人は合わせてほしいところだと思います。というわけで、外箱パッケージ V3 正面ですね、めちゃめちゃかっこよく映っております。ちなみに V3 のモチーフは確かトンボなんすよね。よく見ると赤い顔と緑の目でそれっぽく見える。左下には魂ネーションズクオリティのシル、右上にはバンナムのロゴ、魂ウェブ商店魂ネーションズ青バンダイのロゴもあります。裏面このようになっております。期待値爆上がり、めちゃめちゃかっこいい写真が写ってますね。それでは開けてまいりましょう。バランス定食。はい、というわけでパカッと開けて説明書を取ると、いやーかっけー。やっぱ昭和ライダーってなんかムチッとさせると、最近のライダー以上にね、筋骨隆々感出るよね。シンプルなデザインが多分そうさせるんだと思いますけれども。そして下は手首パーツと手で持つ用の V3 ホッパーと替えのアンテナですね。では本体取り上げていきましょう。よっ、あはははは、おお、ピンボケかっこいい。うわー、なんか赤がまた明るいのがいいな。とりあえずビニール取っていきます。それでは V3 本体じっくり見ていただきましょう。やっぱムチムチの体型がめちゃめちゃかっこいいでございます。まあこの辺は真骨頂いつも通りって感じで、素晴らしいプロポーションでございます。ダブル台風ベルトめちゃめちゃかっこいいですね。そして V3 ホッパーがちゃんとね、こうベルトについてますね。これはね、ちゃんと取り外してあげることできますし、手持ちに持たせた場合のね、残った部分っていうのを、そこを付け替えてあげることもできます。下半身はやっぱね、昭和ライダーってこともあって、比較的シンプルな作りになってます。後ろ姿はこんな感じです。かなりこの腿のあたりのシワ感とかいい感じですね。そして特徴的なこのね、2本のマフラーですけれども、これは布製になっていて、中にワイヤーが仕込まれております。後で見ていきますけれども、このあたりね、ワイヤーを使って躍動感のある動きを持たせてあげることができます。いやー、かっけえ。やっぱあの、1号2号のデザインから次 V3 でね、ここまで派手なデザインにするってのは、当時かなりチャレンジだったと思うんですけれども、見事にオンリーワンのかっこよさを放ってますよね。ちなみに個人的にこのね、でっかいね、襟が好きなんですよ、V3。いいよね。上から見ていきましょう。まずは頭部パーツでございます。2本のこのアンテナパーツですね。かなり折れやすくなってます。一応ね、替えのパーツとして予備がありますけれども、このあたりは扱い注意でございます。メットパーツはかなり明るい赤でございます。この辺も本編準拠っていう感じ。そして大きい複眼が緑色見えますね。そしてこの複眼部分、細かーくね、脂肪加工みたいなのが中に見えます。やっぱトンボモチーフってのがこうやって見るとよくわかりますね。クラッシャーのあたりも細かく造形がされております。襟パーツも細かくシワが入ってるのがよくわかりますね。デザイン的にね、肩のアーマーパーツとかそういったものがあるわけではありませんので、かなりシンプルな作りに見えますね。そしてダブル台風ベルトでございます。片方が力、片方が技というわけで、1号2号が作った仮面ライダーですからね、そのあたりをちゃんとベルトにストーリーが落とし込まれてるっていう感じ。
そして本編でも使われていた V3 ホッパー、普通にこれはね引き抜いてあげれば外すことができます。そして別で手持ち用の V3 ホッパーと残った腰のこのねパーツの部分がありますので、腰パーツを付け替えて V3 ホッパーを持たせた手首パーツを付け替えてあげれば、こんな感じで V3 ホッパーを手に持って掲げてる状態ですね。こんな感じで再現してあげることができます。これはもう第2話から使っておりましたので、割と序盤から登場していたアイテムでございます。背面のマフラーパーツは肩からくっついてて、よく見ると中にワイヤーが入っているのが見えるかと思います。こんな感じで動かしてあげて形を固定してあげることができますので、こうやってねちょっと左右にずらすことで前から見てマフラーがなびいてる感じ、こんな感じで表したりとかして躍動感のあるポージングを決めてあげる手助けをしてくれます。ただね、やっぱこういう動きさせるとね、根元とかに負荷がかなり強くかかりますので、あんまり強くいじったりとか動かしすぎるとワイヤーが劣化する恐れがあります。このあたり説明書にも書かれておりますので取り扱い注意ですね。可動域です。顔パーツと首パーツが別であります。それぞれで稼働しますので結構動きそうなんですけれども、このね、マフラーパーツがやっぱりね、ちょっと干渉します。なので、首のね、首と頭の部分、ここではあまり上を向けてあげることができません。なので、胸の稼働とかね、腰の稼働とかを使ってちょっと上に向けてあげるっていうのを意識してあげましょう。左右の傾けもこれぐらいっすかね。あんまり大きくは動かせない感じ。ただちょっと上向けてあげれば回転はね、結構できますので、あんまりね、ぶつけないように、擦れないように注意してあげつつ動かしてあげましょう。肩パーツはこのマフラーがある部分があって、で、さらにここに肩パーツ、2個目の肩パーツっていうのが、ここがあって、で、赤から先が二の腕のパーツです。この真ん中の部分、ここのちっちゃい肩パーツですね。ここから動かしてあげると腕の回転っていう感じで、この赤から先、ここが二の腕で、ここにロールがありますね。肘は2段階になってますので、ぐにっと曲げてあげることができますし、手首もね取り外すことができますので回転させてあげることができると。だ今回ねこれね、この中に入れてあげることができないんだよね、多分根元で。だから腕がね水平に上がらない、ここまでかな、うん、ちょっとピンと伸ばしてあげることができないので、まあほぼ水平ぐらいかな。まあただちょっと回転させてあげることで水平っぽく見せてあげることはできるかな。うん。なんか普通に素直にスッと上げて水平に上げられるっていう感じではないので、ここはちょっとうまくテクニックがいりますね。この真ん中あたりから上が胸パーツになります。動かしてあげることができますし、腰も独立して動かせます。ベルト部分はね、この腰のパーツと一体になってます。なので、ベルトを動かすというよりは腰パーツと一体で動かしてあげるっていう感じかな。ちょっと回転させてあげることができます。で、足ですけれども、この太ももから上、ここね、さっきベルトの部分で回転しましたけど、ここの裾部分って言っていいのかわかんないけど、このあたりから下が太もものパーツ、根元部分ですね。なので、大きく広げてあげると、そこに直で当たるような感じ。とはいえ、干渉するっていうほどでもないかな。大きく開いてあげることができますね。太もものロールがあって、膝もグニッと、おー曲がりますね。曲げてあげることできますし、足首ね、このブーツの先の部分、足首から先で動かしてあげることができます。男性転職、それでは変身シークエンスいきましょう。決まりのこのポーズから、ライダー V3、よく V3 リャーって言われるネタありますけどね。まあほぼ V3 リャーって言ってますけど。っていう感じで変身ポーズ決めてあげることを一応できますけれども、今回もね、ブラックさんの時と同様で指をピーンと跳ねてる開き手が付属しませんので、まあ一番近い形の手首パーツを使って変身再現したっていう感じです。やっぱね、腕パーツ、このね、根元から動かすこの腕パーツが結構癖あって、このね、斜めに上げてあげたりとかするとき、まあ、さっき水平まで上がらないって話しましたけど、このあたりちょっとポージングに癖がありますね。あと今ね、ポージング決めてて気づいたけど気づかなかった。これね、胸パーツの一番上、これがね、ちょっと動くのよ、これ。多分、うん、回転もちょっとする、こんな感じで。なので腕動かしてあげるときに、これちょっと動かしてあげて、ちょっと避けてあげたりとかする感じかな。わ、これすごいな。説明書にも書かれてなかった可動箇所ですね。動くのはこの左右の一番上のここだけですね。ここ2箇所が動きます。
そして初期によく見られた V3 って叫びながら撮るこの謎ポーズですね。特に第2話なんてめちゃくちゃこれやるからな。なんか自己紹介も兼ねてみたいな感じでこのポーズよく撮ってましたよね。ただやっぱりこういうね、腕伸ばすポージングはちょっと癖があって難しいです。そして V3 のポーズといえばこっちの印象の方が強いかもしれませんね。 V3 独特のファイティングポーズです。近くで見るとこんな感じでございます。結構ね、腕のこのね内側にやるのが大変なので、本当はもうちょっとねぴったりくっつくんだと思いますけれども、まあ、もうちょっとうまく伸ばしてあげればできるのかな。これぐらいが僕がやると限界でしたけれどもね。ただかっこいいはやっぱり初期はね、こっち側の手がね、確かね、これチョキじゃないですよね。なんかこういう添える感じの腕だったりとかして、あんまり最初の頃は定まってなかったみたいですけど、後半からこんな感じで、両方ピースになりましたよね。てかこれさ、V3 ポーズだから指3本、親指立ててたりとかすんのかなって思ったけど、両方とも完全なピースなんですね。そして V3 といえば、ライダーキックがすげえいっぱい種類あることでおなじみでございますけれども、まあ敵をね、一回足で突き飛ばした後に、もう一度ライダーキックを決めるみたいなイメージが強いですね。で、一回突き飛ばした後にこういうね、アクロバティックなポーズをとってジャンプしてるみたいな感じのイメージがあります。こんな感じでポージング決めると、そのライダーキックの途中の過程っていう感じになりますよね。めちゃめちゃかっこいいっすね。やっぱこういう動きは V3 が似合うな。そしてライダーキックでございます。めちゃめちゃ迫力あるライダーキック決めてあげることができます。この頃はね、ちょっとトランポリンでおそらく撮影してたんだと思いますけれども、下に大きく落下しながらライダーキックポーズの撮影をしておりますので、ポージングがね、しっかり確認ができないんですけれども、やっぱね、こんな感じかなと思います。めちゃめちゃかっこよく決まりますね。いい感じでございます。そしてこの背中のマフラーをちょっとね、立ててあげることで、躍動感のあるライダーキックポーズを決めてあげることができます。めちゃめちゃかっこいいっすね。総合的に V3 ですけども、フィギュアとしては非常にかっこよかったんですが、ポージング決めるのがね、普段のアーツで慣れてると、最近のライダーアーツで慣れてると、ちょっと腕の動きとか、そのあたりに癖がありましたね。なので、慣れてくればね、もうちょっと違ってくるかなと思いますけれども、買いたてでまだ慣れてない僕にはポージング、ちょっとレベル高かったです。ただ、めちゃめちゃかっこいいフィギュアでございますので、買ってよかったです。はい、というわけで今回は SH フィギュア2真骨頂製法仮面ライダー V3 ご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。